こんにちはフフィーフィーです今回の旧統一教会のあの意味不明な会見あれ実は信者向けにメッセージを送るための会見だったんです旧統一教会の田中会長が8月10日会見を行いました会見は終始旧統一教会側の主張が続いてネットではこれ何のための会見なのなんて声が多く上がったんですね まず会見を見る前から、こうした会見になるだろうということは分かっていました。旧統一協会側は自分たちは悪くないのにメディアや世間から間違った情報によって激しいバッシングをされているんだと、こうして被害者の立場で話すことは想像できたんですね。で実際行われた会見を見て、やはりそうした会見でしたよね。 正常な判断ができる人が見ればおかしなことを言っているなという会見ではあったんですね。で、例えば、献金をめぐってトラブルが起きていることについて、田中会長は、信仰心が薄れ献金を返してほしいというケースがあると言っていたんですね。 これ洗脳が解けて明らかに高額献金がおかしいから返してほしいと訴えているようには言わないんですこの1点を取ってみても田中会長の信仰心が薄れたから献金を返してほしいはもう普通の思考では理解できないもう納得しない言い方をしているわけですでここがポイントなんです これ別に私たち一般の人たちに理解してもらおう。世間の人たちに納得してもらおうなんて田中会長は思っていないんです。この発言からもわかるようにこの会見はそもそも旧統一教会の信者に向けてメッセージを送るための会見なんです。だから私たちから見れば田中会長がおかしなことを言っていても当然なんですよね。 だから献金をめぐるトラブルについても信仰心が薄れた人が献金を返してほしいと訴えるだけだとこう表現したわけです、まあ、信者から見ればこうした人たちは被害を訴えているのではなくて信仰心のない人たちなんだとそう受け取るでしょう ま、この今回の田中会長の会見はずっとこうして悪いのは私たちの教えではない。教団のしていることではない。むしろ何も知らない世間の人たちがありもしない間違ったデータで私たちを叩いているだけだと。こうした印象を信者に送っていたわけです。まあ、ある種のプロパガンダですよね。まあ、それだけ旧統一教会をめぐっては内部でトラブルも起きているんでしょう。 メディアが連日、旧統一協会のこれまでのお金集めの実態や、霊感商法、洗脳などについて報道していますから、洗脳から解ける人もいるんでしょうね。田中会長は現在、教団の抱えている裁判での訴訟件数は、以前よりももうだいぶ減って、問題も改善した。弁護士やメディアが今も問題が多いと主張しているのはデタラメなんだ、なんてことを言っていましたけど、 これも何も知らない人が会見を見ればそうなんだと信じてしまいますよね会見では田中会長がデータを出してまで話していましたしかし実は安倍元総理の銃撃事件があってから旧統一教会をめぐるトラブルの相談件数は急激に増加しているんですね今年の7月全国統一教会被害者家族の会に寄せられた相談ですがその前の月には 8件だったのが、事件後は一気にその12倍近い94件にもなっていたと報じられています。この回によると、旧統一教会の信者家族による脱会の相談が大半だったそうですが、中には信者を親に持つ偽世信者からの相談もあったといいます。 しかも家族が5億円以上献金したと話す人や献金を取り戻したいという人もいたそうです5億円ですからねまた件数は分かりませんが全国霊感商法対策弁護士連絡会にも旧統一教会に関して相談が急増していることも分かりました えどうやら事件をきっかけに相談しようと思ったとか、あとは報道によって2世信者の境遇が、まあ、自分と重なったと、まあ、それによっておかしいと気づいて相談するケースが多いと言います。まあ、田中会長は改善しているとか、またトラブルを起こしているのは一部の信者で、 そうした人が無理な献金を要求してトラブルになっているだけなんて言っていましたが、まあ、そうした言い分も信者に向けてて私たたちの教えは間違っいいななんんだよとメッセージを送るためなんですねえ。つまりあの会見は事件後の報道に困惑している旧統一教会の信者に対して安心してください教団とのトラブルはほとんどないですよとアピールするためなんです。 まあ、あの会見そのものがそうした効果を狙って行われていたと考えられるので、まさしく洗脳なんですよね。そう思うと、これ、あの会見を生放送でそのまま流していたメディアは、教団に利用されていたということになります。教団のプロパガンダに利用されているので、危険なんですよね。 今後渦中の中にいる教団による会見も一方的に生放送で流すことについては考えるべきだと思いますちなみにここまで昔からトラブルが多い旧統一教会がなぜ取り締まりをされないのかここが問題なんですね 8月5日二之湯国家公安委員長は会見で旧統一教会の霊感商法に関して2010年を最後に検挙がないと発言していたんですね被害を訴える声はこうして常に多かったんですが検挙は全くされていないんです二之湯国家公安委員長は警察としては違法行為があれば 法と証拠に基づいて適切に対処していかなければいけないが警察として特別動きはないということですとこう話していましたまあ、ただ全国霊感商法対策弁護士連絡会の集計では2010年から2021年の12年間で確認できた旧統一教会をめぐる被害金額は138億円 相談件件数は件なんですね。検挙が一つもなかったったててどう捉えし、いのでしょうか。ちなみに2005年から2010年にかけて警察は霊感商法による販売行為や献金勧誘に絡む物品販売について検挙していてそのうち13件で30人以上の旧統一教会信者が摘発されていて逮捕されています。 また2009年には統一教会の信者2名が執行猶予付きの懲役刑の判決を受けていますでそれが2010年以降は一度も検挙されなくなってしまったわけですもう相談件数が多くあるのに不思議ですよねちなみに旧統一教会の責任者が 以前、自分たちの機関紙の中で、政治家とのつながりが弱かったから警察の摘発を受けた。え今後は政治家と一生懸命つながっていかなきゃいけないと、もう私たちの反省として話していた記事もあります。まあ、こうした背景からしても、なぜ弁護士団体が国会議員の方々に、旧統一協会の応援をするのをやめてくださいよと呼びかけているのがわかりますよね。 旧統一協会の被害者にとっては政治家とつながりがあるからどう訴えても警察がきちんとした捜査をしてくれないというような思いを持って泣き寝入りしてしまうんですね。えちなみに弁護士団体が言うには2010年頃警察庁は当初 統一教会の渋谷の本部までガサ入れをする方針だったのに警察庁出身の自民党の有力議員から圧力がかかって強制捜査はもっと小さな教会だけになってしまって本部への強制捜査も入れなかったというんですね。まあ、こうした背景からも国家公安委員長による検挙がないという発言には違和感しかありません。 ちなみに二之湯国家公安委員長は2018年に旧統一教会の関連団体が開催したイベントで実行委員長をを務めめてていいたことを認めています。旧統一教会と関連がある政治家が国家公安委員長というポジションにいること自体これでどうやって私たち国民の安全を守れるのかと疑問を持っている人も多いようです。 やはり政治と旧統一協会はずぶずぶな関係なんだなと考えられても仕方ないですよねまずあの旧統一協会の名称変更ですがそれが認可されたことに疑問を持ちます2015年文部科学省と文化庁への申請が認証されて旧統一協会から世界平和統一家庭連合へ名称が変更されたんですね これだけトラブルも多いし、事件も起こしていて、もう名称変更させますかということなんです。もう名称変更させないことの方が団体を差別しているなんて声を上げる弁護士もいますが、被害者が多く訴えている団体の活動を他の団体と同列に語ることが間違っています。その団体のやばい活動をさらに後押しすることになるんです。 もう現にこれまでそうなっていたわけですよね。しかも宗教法人は納税の義務がありません。もうならなおさら政府がよく判断して、社会にどのような影響がある団体なのか、そこをしっかり審査して許可をするべきなんです。もう大体あの名称変更の時の資料が黒塗りだらけなのがそのやましさを物語っています。 手続きもずさんで、しかも後ろめたさがあるから黒塗りなんではないでしょうか。外交文書でもなく、一宗教法人の名称変更に対して、やましいことがないなら隠す必要はありません。国民を欺くようなものなんです。黒塗り部分をすべて公表するべきなんです。もうこれこそ追求されるべきなんですよね。最後に、 岸田総理は今後、旧統一教会について、法令から一脱する行為があれば、厳正に対処すると発言していました。まあ、ただその法律が不十分だったり、もう法律があっても解釈がねじ曲げられて機能していなかったりが問題なんです。あと、政治と教団の関わりについても、もうこれまでのことを洗いざらい表に出せばいいと思います。 でその上で今後関係を断つとはっきり言うべきなんですね。もう明らかにこうして日本国民から多額の献金を霊感商法でもって吸い上げているこの教団を日本で自由にやりたい放題に活動させてはいけません。政府は今こそこうしたカルト集団の根絶に積極的に動いてほしいと思います。 さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。